うございます。まだ寝てるの？6時に起きてさ、うん、ちょっと喉痛くて、あれ二日酔いちゃうのに買ってん、あれ風邪やってんやあれマジで？ちょっと体調悪くて、うん、コンビニ行って一人で、うん、ポカリとトローチとか買って今にする元気やったから全然大丈夫。やりましょうか。あと5分だけ寝かしてくれ。なんでやねん。やばいと思うね。だるい感じがする。すまんな。すまんな。なんでそっち行くれ。早起きろって。旅に同行しているマネージャーと毎朝トランプをして、出たカードが1なら、あらかじめ前夜にツイッターでリツイートした投稿のリツイートかける 0.1 円。カードが2から10ならリツイートかける1円。カードが11から13ならリツイートかける10円が俺の旅の資金として支給される。ジョーカーが出たら、視聴者さんから募集した罰ゲームを俺はやらされることになる。でもそもそもマネージャーにゲームで負けてもうたらもうなんもなしや。トランプゲーム、そしてみんなのリツイートで俺の旅の命運が決まる。みんな、リツイートと応援ほんまよろしくな。さっき聞くよな。はい、見たらあかんね。うん、はい、どうぞ。あ、ちょっと待ってよ、この辺から。はい。うわー、あー、もうだから俺一回帰ったからもう帰られへんもんな。うん、え、俺絶対帰るわ。ヒント教えて、なんか教えてやん、教えてやん。え、情熱を。うん、え、でも強いよ、信じていい。え、強いのは強いね。強いのは強いけど、こいつよりか弱い。そうか、やめちゃう。あぶねー。運命を決めるカードの数字は、いや、これや。負けたリツイート数1125×0 イコールジョーの今日の所持金は0円です。イエーイ、ゼロ円旅始まりました。車も一度どんどん見てたら、うまそうなものばっかりやな。今日はどこでもいいから、どこか遠くへ、人里離れた土地へ、都会の喧騒を忘れさせてくれるところへ。悲しさすらも長いわ。僕の孤独を忘れさせ、はよかけて。どこでもいいから、どこか遠くへ。このままどこか遠く連れてってくれないか。捕まんのそれで。こういう面白みを出してヒッチハイクやりたけど普通にヒッチハイクやって、あ、大丈夫ですか。はい、外れちゃったんですか。外れちゃったんです。あ、それ私。ああ、すいません。はいはい、全然全然。ありがとうございます。はい、今だから一つハッピーな瞬間が生まれたから、この旅の出会い。まあまあ、これ今ここで俺がこれ書いてなかったら、この言葉を書いてなかったら生まれなかった出会いですね。せやけど、うん。行けるか行けへんじゃないの。はい。行く。